豊田市立稲部小学校は、愛知県豊田市稲部町にある公立小学校。稲部町の小学校は、明治5年8月15日、設楽郡武節村の一園寺に、合学校として、赤月風校として設置された。設置には、稲橋村の合農古橋明香を古橋吉兼親子が尽力し、開設時の教具、教員の給料、 校舎の維持費などの経費はすべて古橋家が寄付し、学校の経営資金は約10年にわたり古橋家が負担した。赤月府風校は、学生発布後の明治6年6月に、第9中学区第43番小学、赤月府風校となり、清風館を分離している。明治7年8月16日には、校舎が新築され、開校式を行った。明治8年には、 押山村に、押山学校、小滝村に、小田木学校、大野瀬村に、大野瀬学校を分離し、明治9年に、公立東京学校となった。明治16年には、野乳村に犬橋学校や入り分教場を設置している。明治12年4月27日には、黒田村に、小田木学校、黒田分教場が設置されたが、明治20年に廃校。 後の明治25年10月に黒田尋常小学校として復活した稲部町の小学校の統合は昭和55年に稲部町から提案が行われ2段階で行われたありがとうございます